土井都筆は、江戸時代後期の大名。越前国王の藩を八代藩主。官位は、十五以上、野戸守る。利亡系土井家八代。明治に至って、正四位、死爵。七代藩主、土井都志忠の三男として誕生。陽名は捨次郎。文久二年四月十三日、父、都志忠と共に、江戸へ出発し、五月に、正式な着手とされ、七月に、 利久氏と解明した。11月6日、年シタは隠居して、利久氏が家督を相続した。この時、年シ以来恒例となった、藩主直書を大野城に送った。年シタの直書では、天保元年の大野初入部以来の家臣の中勤に感謝した上で、利久氏へ一層の中勤を求め、利久氏の直書では、当分の間は、年シの政策を受け継ぎ、 父に変わらぬ忠勤を要請した。文久三年四月九日、年ただ以来の更新、内山隆佐を、過労、軍事総ただしに任じた。十二月八日、李久氏は十四代将軍、徳川家持の上落の友を命じられ、二十二日刑へ出発した。現時元年六月二十三日、内山隆佐が病死した。これが、この年末における天狗党争動において、 大野藩の動向に少なからぬ影響を与える。11月1日、水戸藩内の構想に敗れた武田幸運斎以下天狗党804名は、京に駐在する一橋義信を頼ることに決し、中仙道、三野路を通って京へ向かった。ところが、三濃国沼において、彦根藩と大垣藩に抵抗され、そこから期待転じて越前国へ向かった。12月1日、 福井藩からの急備客で、天狗党が、美の越前国境に迫ったことを知った、大野藩は混乱した。軍事総ただしの内山隆佐を亡くしたばかりの時期で、また藩主に久氏は、江戸にあった。残る重臣たちは、藩兵をかき集めても200名ほどしかなく、天狗党には到底抵抗しきれないと判断し、天狗党の予想進路にあたる村落をすべて焼き払う、ことを決定した。 こうして、無意味な焦土作戦が実行に移され、12月4日に、上秋生村全県、下秋生村6県、中島村93県、上笹又村、下笹、又村明県と、民家203県が、王の藩兵によって焼き払われた。このうち、国境に近い上秋生、下秋生は、手違いで、天狗島の通過後に放火され、村人の怒りを買った。この焼き打ちは、 浪人焼け、西谷焼けと言われ、居住していた村人の子孫は、今日でも、土池関係の祭りには参加しないという。12月5日、大野藩は、福井藩と勝山藩に援軍を求め、大野藩兵は交代して、天狗党と睨み合いになったが、後日、大野の町都市より、深は玄米を使者に立て、大野城下を通らないよう交渉させた。 結局、大野藩が2万6千両を軍資金として支払う代わりに、天狗党が多量へ去ることで決着した。慶応元年11月18日、李久氏は京都佐賀及び渦政の経営を命じられた。明治維新により、李久氏は官軍に教順し、明治元年4月12日に新政府より、函館裁判所副総督に任命され、9月8日に、 大野藩兵166名を函館戦争参加のため出発させている。明治2年に半籍奉還で藩知事となり、明治4年の廃藩知県で面官となった。明治17年7月8日に死者区に助釈された。ありがとうございます。